はい、今日は、弦の張り方、結構みんなめちゃくちゃな動画が多いので気になって上げてみます。今日はお願いします。はい、はい、まず用意するものは、ラジオペンチ、あとニッパーですね。はい、はい、であればこういうあのペグワインダー、はい、こういうものがあると割と楽に弦巻くことができます。で今回あの片側6連の裏通しのタイプですね、これの弦交換やります。まずこれ後ろここですね、こっから、弦を通します。で本当だったらねこれ6本全部外しちゃって、うん、それでうつ伏せに寝かしてまず6本弦を全部ここに通しちゃってからやると作業的には早いです。まあ今日ちょっとね、うん、1本単位でこれやりますけど、でまずこれ目いっぱいこう引っ張ってちゃんとボールエンドが引っかかるところまで、うん、でこれで弦の長さをやります。で片側6連の場合まっすぐ引っ張ってここ、うん、ここが6弦のペグポストですね。でこっからだいたいそうですね1個半ぐらいかな、1個半よりもちょっと2個より、これ弦の太さで変わるんですけど、うん、このぐらいの位置をまっすぐ伸ばしてこうつまみます、うん、でここを90度にラジオベンチで折ります。こうね、でこれはペグのポストに弦をこうやって刺した時、巻きつけた時にここのこの角ですね、うんうん、これがちゃんとペグポストの穴のこの角にこう引っかかるようにここから一回上に巻きます、うん、ペグを。ペグの上に弦を通します。でその後にねじれを取るためにこうやって、あそっちで、そうね、そうするとボールエンドが引っかかってるとここで弦がねじれちゃうんで、うん、たるました状態でこっちに引っ張ることでボールエンドがブリッジの裏のところから浮いて中で回転します。これでねじれが取れます。そしたら軽くこうテンションをかけながら1回目のこの折り口の下側に弦が通るようにこういう感じで、であとはこれを少し上にこう持ち上げてあげて、そうです、1回目上2回目下で、あとは普通に巻いていけば弦がどんどん下にこうやって巻かれるので、巻き数も大事ってことだよね。だいたい2巻きぐらい、うん、で細い弦はもっと4巻き5巻きぐらい、うんうん、巻けると。それは結局だから弦の振動がボディに伝わるっていう、もうそうだし、あんまりそこは巻き数が少ないとやっぱチューニングがずれてきちゃったりだとかするので、はい、で必ずこうやって余ったところ引っ張ってあげる、うん、そうすることで、今引っ張ったもん、はい、うん、そうすることで、うん、ここの隙間がやっぱ小さくなるので、ここが折ってないで思いっきり隙間が空いちゃってるとどうしてもそこでチューニング狂ってきたりとかするんで、それで付け根でこうやって弦を切ってあげれば、切る前に引っ張るのが大事なのね。大事です、特にプレーン弦は大事です、ね、プレーン弦って、プレーン弦って要するにこれが巻き弦、ああそういうことね、うん、巻き弦、6弦5弦4弦は巻き弦、うん、ラウンドっていう言い方してるのかな、うん、違った、まあラウンドでもいいですよ、うん、ラウンド弦、うん、1,2,3 はプレーン弦だから、うん、はい、じゃあ6弦、まあ巻き弦はだから1ポスト、うん、ちょっと2ポストと1ポストの真ん中とかぐらいじゃあ次、はい、はい、次1弦ですね、プレーン弦で、これも基本一緒です。裏からこうやった方がいいですか、うん、カチッと止まるところまで弦を引っ張ります。でここでまず長さで
一弦の場合は一番外側になるんで、一回ここ、こうやって掴んでみます。うん、で、大体、弦が細い、巻き数も少し多くしなきゃいけないので、うん、一弦なんかだと、まあ人にもよるけど、僕なんかはペグポスト1個、2個、3個、4個ぐらい、うん、このぐらい。だらそうすると、うん、この辺ですね、うん。先っぽこのぐらいしか余らないです。うん、あ、そうだね。うん、でここを同じように90度にこうやって折ります、うん、で、6弦と同様にこうですね、で上を1回通す、それでこれでヨレを取ります。はい、これ重要ね。弦のヨレを取って、うん、でテンションをかけながら下に下に巻いていきます。こういうことですね。下に巻く。であとはあ、電池切れちゃった。ずいぶん慎重だなと思った。違った。まあ別に普通でいいんだよね。一弦だと大体何巻きぐらいになる？5巻きぐらい。うん、4から5ぐらい。必ずこっちにテンションかけながら、ね。そうです。右手でね。こうやってテンションかけながらやることでね、ヨレも取れるんで、うん、ヨレも取れて、はい、チューニングもそんなにバンバン引っ張らなくてもいいってことね。そうそうそう、イメージ的には浮いた、うん、あのポールピースが、うんうん、ペグを巻くことでだん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 上に上がってって、うんうん、で、ヨレが取れながら、うんうん、こんな感じですね、うん。それ でプレーン弦は、まあ、滑りやすいんで、うん、一巻きぐらいこうやって巻いて、ちょっとしっかり強めに結構いくね、引っ張ったり、うん、それで突っ込みそうな通り今これで完了ですね。でそうすると、うん、このここがよくこう丸くビヨーンって浮いちゃってる人たち多いんですけど、うん、あれがチューニングクルー。そうだね、うん、これちょっと後で写真撮っておいて、これで完了です。はい、ありがとうございます。